西川鶴蔵は、日本の照明技師である。牧野正蔵の牧野プロダクションにキャリアを始め、戦後、東方で最も早い男と呼ばれ、森博光、石井長志郎、岸田久一郎と共に、東方照明部の四天皇と並び称された。本名は、西川光夫。浪人街、第一話美しき獲物、満十八歳で技師に昇進。1910年2月19日。 京都府京都市に生まれる。1922年3月、旧正小学校を卒業、初等教育を終え、その後の学歴等は不明であるが、満15歳になる1925年には、同年6月に設立され、花園天寿が丘にご出撮影所を開いた、薪のプロダクションに入社、照明部に配属される。日本の映画人日本映画の創造者たちでは、入社を、 翌年の大正15年としている。照明助手として働き、技師に昇進したのは、1928年10月20日に公開された、同世代の牧野正宏の監督作、老人街、第一話美しき絵物であった。この時西川はまだ満18歳であった。同作は、キネマ順報ベスト10、日本映画ベスト1を受賞すると、高く評価される作品になった。 同作における相棒である撮影技師も若手の三木実であり、牧野と三木とは戦後に至るまでの長い仕事相手になる。この頃身長の背広を着て撮影所に現れた西川に片岡千恵蔵が所内の池に飛び込んだら二着買ってやると言ったところ一瞬のためらいもなく池に飛び込み洋服二着をせしめたのだという。百二十九年には前年五月に 同社から独立した片岡千恵蔵による片岡千恵蔵プロダクションに移籍している。同年2月15日に公開された続万ゲ地獄完結編には西川光雄名義で岸田久一郎と共同で照明日誌としてクレジットされ、翌3月16日に公開された押した日日記にも西川光雄名義で照明日誌としてクレジットされており、同年の早い時期に移籍した。 同年7月25日、牧野肖像が亡くなり、牧野プロダクションは、長男の正弘を中心とした体制になるが、新体制において、西川の名はすでに見られない。その後も、月形龍之介の月形プロダクション、日活京都撮影所、新興キネマと転々としたが、この時期に手掛けた作品は明らかではない。1936年、東京、 キヌタの PCL 映画製作所に移籍した。同社は1937年9月10日に他の3社と合併して東方映画になり、同撮影所は東方映画東京撮影所になった。同社での初期の代表作は1938年8月21日に公開された綴り方教室であり、同作での相棒である撮影技師は三村明であった。 1940年9月25日公開の、もゆる大空では、宮島義武、1941年3月26日公開の、長谷川、六派の家光と彦座では、伊藤武雄とも組んでいる。同作の直前、長谷川和夫、山田鈴主演の、昨日消えた男では、西川と同じ牧野プロダクション出身の照明技師の、 藤林港がメインであったが、西川も応援で参加したことを、牧野正弘が後に、著書、映画と聖地の牧に描いている。同年12月8日には、太平洋戦争に突入したが、制作本数の少なくなった同社に残り、1943年1月14日、公開のアヘン戦争や、同年2月25日公開の花子さん、 1944年3月9日、公開の加藤春戦党大洞を手掛け、終戦を迎えた。戦後、1946年には、下鴨の小畜京都撮影所に移籍、照明課長に就任した。戦争末期の1944年8月1日に、同撮影所の所長に、牧野正弘が就任しており、それと共に、企画部長に、牧野光夫、 制作部長に辻吉郎、脚本部長に久香留部が就任、また同時期には宮本慎太郎が編集課長に就任している。前所長の池田義信、前制作部長の大久保忠本といった小畜、鎌田撮影所出身者たちはすでに本社に去っており、同年12月31日に公開された満月城の歌合戦では、監督に牧野正宏、撮影に、 ミキ・三木シュゲル人、照明に、西川と、老人街時代の牧のプロダクションのざくみが、下ももで実現した。翌1947年には、東横映画が、大映画2撮影所で、牧の三つおを中心に制作開始の準備に入り、西川も同社に移籍する。同社の制作第一作、心好きのごとくは、監督に、稲垣博士、撮影、杉山公平、 照明に、西川、主演は、上原健と、とどろきゆき子であり、同年9月16日公開に公開された。1948年には、同社撮影所証明課長に就任した。牧野正弘が、儀系の高村正嗣と共に、宝塚映画製作所内に、同年5月に設立した CAC が、設立第一作として、 長谷川和夫の新演技座と提携制作した幽霊赤月にしすぎ、撮影技師の三木シュゲル人と共に照明技師として参加、同作は同年10月12日に東方の配給で公開されている。CAC は翌1949年5月31日に公開された今日はれ恋愛アを最後に解散するが、西川は前作に関わった。同年には、 大英を退社した片岡千恵蔵が牧野光夫の協力により設立した連合映画作家協会の第一回作品ビャッコに参加、同作は同年6月20日に小畜の配給で公開されたが片岡は片岡と同行した赤木春枝と共に東横映画に移籍している片岡入社以降の東横映画で極門島、極門島解明編 日本 G メン大には南仙崎の決闘。俺は、用心棒等の片岡の主演作を手掛けたが、西川は東横大社、長谷川和夫の新演技座が、鈴木育造の東日工業と提携して制作する、傷だらけの男に、参加。同作は東方が配給し、1950年4月9日に、公開された。飯撮影風景。写真情報を覆うのは、撮影器具である。 レフいた。同年、再び東方に戻り、東方撮影所の照明技師として契約した。西川の東方復帰第一作は、笠木静子、柳谷金五郎の主演作、大岡星団将軍は夜踊る、同作は、同年5月27日に公開された。1951年には、溝口賢治が監督した、武蔵野夫人や成瀬せみきおが監督した、メッシュで、撮影技師。 玉井正男と組といずれも、西川の代表作となる。1952年4月17日に公開された、浮雲日記には西川も参加したが、同作に出演した第一期東方ニューフェイスの大鳥、由美子と牧野が結婚する際に、まさひあんたの奥さんが決まったんや、と言い、牧野が、え、誰やと問うと、大鳥由美子班や、と答えて引き合わせたのが、 西川であった。講師に渡る付き合いの深い牧野の結婚を経て、同年12月4日に公開された、牧野の代表作となる、次郎長三国志第一部次郎町を売り出すに、参加、撮影技師は山田和夫と飯村忠人が交代したが、照明技師は西川一人が同シリーズ全球作に参加した。この時代の西川について、当時助監督であった。 丸林久信が、後に、連載の一章のうち半分を咲いて記述している。相撲取りぐらいの巨体の持ち主であり、映画界で、彼の名を知らない者は、モグりと言われるほど、名の通った、名物男、ライトマン中のライトマン、一見、人当たりの良さそうな好人物に見えるが、それが癖者、ひとたび、へそが曲がると、どこまでも曲がって、手に負えぬ感触持ちに変貌すると、 丸林は描く。丸林は、鶴さん、その後輩の高瀬正宏は、鶴やんという西川の愛称を、それぞれの著作で紹介している。特急日本や、天国と地獄の森博光、野良犬や、山の音の石井長四郎、生き物の記録や、雲須城の岸田久一郎と共に、東方照明部の四天皇と並び称されたのも、この時代であり、その中でも、 東方で最も早い男と呼ばれた。その速さの秘訣としては、高瀬正弘が早くというより少量のライトしか使わずに見事な効果を上げたと指摘している。西川のその手法の厳選について、高瀬は知恵プロ当時、他の撮影所の5分の1という4台のライトしか使えぬための工夫からであったのかもしれないと推察する。戦前、戦中の東方映画に所属した。 前述の証明技師の藤林公は、新東方を経て日活に移っており、この時代の東方にはいなかった。映画界への40年の貢献を記念し、1965年12月1日、日本映画制作者連盟が主催する第10回映画の非永年金属者表彰を受ける。この時に、キネマ旬報に西川が寄せた小文には、自らを電球に例え、 古くなった電球は、そろそろ新しく取り替える時期かもしれないが、私の電球はまだまだ使えるつもりでいると記している。岡本喜八の代表作の一つである、殺人教時代を手掛けたのは、その翌年末であり、満40年を迎えての現役宣言以降、4年に、渡り14本の作品を手掛けた。1969年11月1日には、西川が照明を手掛けた。 水戸黄門万有紀が公開されたが、そのわずか3ヶ月後、1970年2月5日、死去した。万59歳没。主な弟子には、中山春夫がいる。東方のプロデューサーであった、西川則之は、長男、東映京都撮影所証明部の中鎮、増田津章は老いである。綴り方教室。阿変戦争。加藤春戦闘隊。特筆以外すべて。 照明である。東京国立近代美術館、フィルムセンター、デジタルミーム等での所蔵状況も記した。喉自慢狂時代。こんな女に誰がした俺は、用心棒。武蔵野夫人。戦国ぶらい。ありがとうございます。